山梨大学の医師や看護師が新型コロナワクチンの打ち手となり学生や教職員らを対象とした職域接種が22日始まりましたワクチン接種は医学部がある山梨大学と看護学部がある山梨県立大学が協力して行われそれぞれの大学の医師や看護師が打ち手となります初日日となった22日は、 山梨大のキャンパスで大学職員を対象に行われました。職域接種って言うとですね。やっぱり大学がこの活躍する。まあ、あの唯一と言ってもいいチャンスですのでね。これはまあ頑張っていきたいな。とまいうふうに思ってます。接種は1日300人までで、近隣の大学の学生や教職員とその家族障害者施設の関係者など。 合わせておよそ1万6000人が接種を受ける予定です。